こんにちは、アマゾンサポーター堀秀夫です。今日はオーストラリアアマゾンに FBA 納品する際の、梱包、段ボールのサイズ、大きさと重さの制限がありますので、それについてお話します。これね、新型コロナの、影響で利用者がすごく増えた。だから人をね、すごくいっぱい雇う必要が出てきた。その時当然ね、重いもん持たなくていいとか、そういう条件をつけてます。だからね、一気にアマゾンのこの納品のサイズとか重さの制限厳しくなりました。今までね、 OK だったのがこれ弾かれるって可能性非常に高いですし、弾かれた際ね、帰りの送料がかかる、あるいは商品がそのまま戻ってこない、そういった事態が考えられますんで、この制限は必ず守ってください。大きさ、ね、一つの辺が、63.5センチ、63.5センチより長い辺があってはいけません。それから重さ、22.6キロ、これより重かった場合は、いけません。これね、容積重量で、22.6 キロ超えてもいいんですけど、実際の重さが 22.6 キロ以下じゃなきゃいけないというのがありますんでね、この 22.6 キロ、一つの辺が、63.5 センチというのはね、必ず守ってください。私が DHL でね、発送する際にはそれチェックしてね、これ大きいですよ、詰め直してくださいというお知らせしますけど、もし会員さんでね、独自に何か納品サービス使って送ってる会員さんいらっしゃいましたら、この大きさ必ず守るようにしてください。他のね、日本あるいはシンガポールまたはアメリカのね、基準がどうなってるか、これについてもね、ちょっとチェックしてないと心配だから、教えてくださいというのがあったらね、またオーストラリア以外も、記事作りますんでご質問ください。ちなみに日本はもっと厳しくてね、15kg より重いものは受け取らないというふうにね、コロナの後変わってますんでご注意ください。アマゾン支持サポーター堀秀夫でした。